はい、本日はですね、こちらバンズの完全防水のスニーカーを購入しましたのでご紹介していきたいなと思います。今までですね、僕バンズ結構好きやってずっと履いてたんですよね。20代の時ずっと履いてたけども、今ちなみに32歳です。ずっと履いてたんですけどね、やっぱりバンズって、履き心地がちょっと悪いっていうのと、あとそれ以外にやったら雨の時とかびしょびしょになるでしょ。でもそれ以降ね、なんか30過ぎてからはもう完全防水のスニーカー、他オネオでね、スニーカーしかもう履いてこうへんくなってて、バンズとはねしばらくちょっと距離が出てきたんですよね。でも全然バンズ履かへんようになってきたなと思ってて、この動画でもねよく言ってるんですけど、20代が雨に濡れるのと30代が雨に濡れるのっていうのはもう全く別物やっていうのはねずっと言ってるので、視聴者の方はご存知かなと思うんですけど、20代といえば雨に濡れた状態でも雨も滴るいい男というふうに言われて、30代になればそうですよね、小文字で表現されるんですけども、小汚いであったりだとかですね、あとそれ以外にはちょっと薄汚いとか、みっともないとかっていうふうになりますので、雨には皆さん気をつけてくださいっていうのはですね、僕は常々言ってて、もちろん僕もそうなんですけど、お話はしてたと思うんですが、ようやくねバンズからもう完全防水のスニーカーが到着しました。でちなみにこれに関しては嫁のやつなんですね。なんでか知らんけど僕のやつ買いに行った嫁の部分も買わされたということで、僕のはこっちにありますので、今開けてる様子が映ってると思うんですが、ウェイ、こんな感じでね購入してきました。なのでこちらを紹介していこうと思いますので、本日の流れとしては、まずですね、普通のバンズ何が違うんかっていうのをさっと見てもらって、その次にこの横にありますよね、水槽チャレンジっていうのをちょっとやってみたいなと思うんですよ。どこまで行ったら濡れるんか、どこまで行ったら濡れへんのかっていうのを見てもらって、でその次にですね、価格、値段がどれぐらいですよ。ほんで最後は実際に足を、通してみてね、履いてみたいなと思います。今このね、中側にこの紙が入ってるんですけどね、この紙入ってるんでまだ履いてないんですよ。だから実際足入れてみて、どういう履き心地か、おそらく多分変わらんと思いますけどね、そんな流れで見ていきたいなと思いますので、まずは外観いきましょうか。はい、では外観ね、こちらで見てもらいたいなと思います。そんなね、特に違いってないでしょう。いつも通りのバンズかなというような感じで、実は箱に入ってる状態ではこのね、黒の紐の状態で来るんですよ。ただ僕この黒の紐あんま好きじゃないので白にこれ変えてますけども、本来はこんな感じで、白の紐を入れた状態でこうやって箱に入ってますよと。だから嫁はまだ何も触ってないんですけど、僕の方は紐だけちょっと交換しました。紐をねこれ白にしちゃえば、本当にもう言うと普通のバンズと何も変わらへんって、これさっきも言ったけどね、変わらん感じになってるんかなっていうのが、外観かなと思います。特にこうゴアテックスとかが出てるわけじゃないし、これに関してはね、イーベントっていう防水のメーカーなんですよ。これイーベントってどこですのというと、僕が大好きなあのベッカムの国なんですね。そう、イギリスということで、イギリスの防水といえば、イーベント、アメリカの防水といえばゴアテックスというふうに覚えていただければいいかなと思うんですけど、これが世界でも2大巨頭の防水生地の、イーベントを使ってるということで、続いては水槽チャレンジに移りたいなと思います。ではね、こちらの水槽こっちに持ってきたいんですけども、ちょっとね重たいと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。いやいや重たいですね。なんかこういう理科の実験みたいなことってね、好きな人は好きかもしれないけど、僕はもともと好きじゃないんですよね。実験の授業とかはね、ほんまいつも嫌やったんですよ。なんでそんな結果の分かってることを毎回知らなあかんのと思って、なんか試験管とかね、いろいろ触ったりとかするけど、それに何の意味があんのっていつも思いながら理科やってたんですけど、お前もともと先生やないかいって感じなんですけど、僕はね社会の先生なんで理科はもう全く無理と。でかといってじゃあ社会得意なんて言われたら、別に社会も得意でもない、ただ先生になりたいから免許取っただけというところで、一番得意な実は国語なんですね。現代文が一番得意という、社会の先生やねんけども現代文、もしくは体育ですよね。体育はまあまあ好きなんでね、体育の先生っぽいなって言われたりしましたけども、そんなことになってるということで、今から理科の実験をやりたいなと思います。この完全防水のスニーカーが本当に濡れないのかっていうところをね、試してみたいなと思うんですが、ちょうどよかったらこのね紙を使いたいなと思います。今から行う理科の実験はですね、この紙を普通に濡らすと濡れますよね。ただこの中に入れて靴を入れたら濡れないのか、要はこういう状態ですよね。ここに入れて突っ込んでいくと、突っ込んだらほんまに濡れませんかと。いやいや、このシューターの隙間からどんどん水とか入ってきませんと。それで濡れちゃうんだったら完全防水と僕は認めないよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ご安心ください。今から実験しますのでね、分かるかなと思います。ちなみに僕個人的にはこれ別に線でもいいかなと思うんですけども、視聴者の方にはですね、より分かりやすく見ていただければいいかなと思いますので、あえてこの実験をしておりますが、人気がなければ僕は全くやりたいと思ってないのでやらないとは思いますが、こんな感じでやりますね。まずね、普通に紙濡らしたらどんな色になるかっていうのを見てもらいたいなと思います。髪をピュッて濡らしましたよ。ほんなら色は変わらへんか、色は変わらへんけど、濡れてるっていうのは分かります。びちょびちょになって濡れてるっていうのはね、分かるかなと思います。では、ここからいよいよ本題に行きますね。この髪を、中に入れます。これは濡れてないやつですね。入れました。そして、これ突っ込んでいくわけですね。どこまで突っ込んでいけるのかというのがこの水槽チャレンジということになっておりますので、入れていきましょう。さあどうでしょうか。ちょっと浮く感じなの。うわすごい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 、ここ空気めっちゃ入ってるやないかい。ここまではいけるでしょう。さらにこっからなんです。
ですよね。問題はシューターの隙間から入ってくるっていう恐れももちろんあるから、さーてどうなんだいどうなんだい。これね、浮いてくる力めっちゃ強いですね。ちょっと手離したらコーンってこうやって浮いてくるんで、当たり前か、中に空気入ってるからね。こういうのが理科苦手なんですよね。じゃあ10秒ぐらいつけましょうか。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、ということでね、結構キワキワまでやってますよ。さあ濡れてないのかどうなのか、なんかでも重くなったような気がするけど、濡れてないのか本当に。あーやっちゃった、ビーチョビーチョだ、ビーチョビーチョだ。ちょっと調子乗って集団奥まで行き過ぎてた。やっちゃった。あどこまでアウトかわからんくなったやんけ。ほんな逆の足で試しましょうか。あの際まで入れたらやっぱあかんでしたわ。ダメですわ。そこまで入れたらね、中もさすがに濡れますっていうことで、その辺皆さん気をつけてください。これはもう完全に実験失敗だな。まあでもね、こういった実験の失敗の様子もね、見ていただくっていうのは非常に大事になっておりますので、これはねまだ乾いてます。こっちがちょっと濡れてるけど他は乾いてるから、これでやっていきましょう。あ、そうか、足突っ込もうか。こっちはねまだ濡れてないんで、実際入って足突っ込んでいきましょう。どこまでが防水や。はいはいはい、大体中のイメージとしてはこの上から2つ目の紐ぐらいまでは生地がありますわ。ただこれ以上上になってくると、まあ、濡れるでしょうな。はい、ではね入れていきたいなと思います。うわー、これ濡れてたらもう僕の足びちゃびちゃになってますからね。この辺まではいけんねんな。ただこれ足やから微調節しづらい。釣りそう、足運動不足、自分やめた、家でゴロゴロ、その影響きてる、リアシ釣りそう。では10秒数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さて足は濡れてるか。はい、全く濡れておりませんね。おお、よかった。でも外は濡れてるけど中は濡れてないと。このようにですね、防水生地としては防水なんですけど、やっぱシュータンのね隙間がちょっと怖いので、そこだけは要注意ですね。でどこまでいけるのって言ったら、ボタンっていうか紐の上から2つ目ぐらいまではいけるけど、それ以上上まで来るとおそらく濡れるでしょう。だからバンズがもともとそんなに、なんていうんですか、この高くないじゃないですか、そう、あの高さが。だから結構低い位置の水たまりとかやったらいけるけど、ごっつい水たまりとかに行っちゃうと、まあ、濡れるでしょうな。はい、ということでね、次の項目いきたいなと思うんですが、次がお値段ですよね。とは言いながら普通のバンズがね、だいたい何倍やったかな、6000円ぐらいで、多分このバンズオーセンティックっていうモデルなんですけど、普通のタイプは買えるんですけど、このじゃあ防水のタイプはほぼほぼ見た目変わらなくて、生地違うだけやけど、どれぐらいっていうと倍するんですね。12000円一足しますので、見た目も全く一緒やけど値段が12000円違うということで、まあ、僕のね視聴者の方は結構機能がお好きやったりする方多いと思いますので、そういう方からしたら、まあ、倍払ってでも防水なんやったらめちゃくちゃええやんっていう方もいらっしゃると思いますし、見た目だけ気にするっていう方はね、倍もするんやったらちょっとどうかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあこれに関してはあれですよね、もう言うたら自分自身がこれどんだけ満足できるかっていうことなんで、まあ、僕は全然買いやと思いますね。倍しても12000円でこの防水やねやったら全然ありやなと思うんですけど、防水のスニーカーってそれこそ結構するんですよ。僕持ってるやつだったら3万とかするやつあるんで、それ考えたら防水のスニーカーの中では安いかなと。ただ元の値段からすると倍と言われたら2足買えるけど、これやったら1足だけというところで、まあその辺がどうかなとは思うんですがね、まあそんな感じになってて、最後履き心地を言いたいなと思うんですが、履き心地としてはね、もう全く一緒。あの普通の最近出てるあのバンズのやつってね、結構履き心地いいやつが出てるんですよ。あのアナハイムってやつとかやったら結構クッション性が良かったりするっていうことで、まあふかふかとまではいかんけど、前みたいな板が入ってるようなね、足めっちゃ痛いで言うて、あの地面にそのまま足ついてるぐらい痛いでいうような感じのやつじゃなくて、まあ、ちょっとねやっぱ柔らかくはなってるんですよね。だからまあ昔のバンズに比べると柔らかくはなってるけど、ランク的に言うとね、普通のバンズありますよね。で次アナハイムのやつありますよね。アナハイムって柔らかいやつがあるんですよ。でその上にまあ言うたらナイキとかがあるとするじゃないですか。まあほなここの同じラインですわ。アナハイムと同じラインっていうのがこのスニーカーになってるので、まあ、普通よりも6000円のやつあるじゃないですか。6000円よりも、まあ、クッションもいいし、なおかつ防水。何この手、今カメラの横のねモニター見ながら何してんやろなこの手と思ったんですけど、そういうねランク的な位置づけですわ。これさっき濡れてるやつびしょびしょやな、なんかまだ左足履いてへんけどもう中びしょびしょになってもうた。はい、ということでね、まあ我が家はこうやってレディースというか女子も欲しいということで嫁さんにも買ったんですが、サイズが結構ちっちゃいやつからあるんですけど、これもうオンライン完売してるんですよ。だから僕らもオンラインで買おうと思ってもう速攻で見たんですけど、速攻で売り切れ取って、これビリーズっていう店舗やって買えたんでね、僕らは店舗で買ったんですが、それでもこの28センチ、僕28なんですけど、28はもう店舗になくて取り寄せしてもらって購入できました。まあ、ちっちゃいサイズとかはねまだまだあると思うんですけど、やっぱゴールデンサイズはね結構なくなってましたわ。はい、ということでね、最近防水のアイテムが続々と増えて
ておりますが、このねバンズちゃんも入ってよかったなと思います。またねこの水槽チャレンジではね防水のジャケットとかでも使えるんですよ。だから防水のジャケット着るじゃないですか。でこうやって肘とか入れてね、ほんま濡れてませんよみたいなことやろうかなと思ってますので、中にね紙くずはちょっと入っちゃったんですけども、このまま置いとこうかななんて思っております。ということでね、本日はバンズの防水スニーカーを購入したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。